なんか仕事において重視されてること。一番気をつけてるのは事故が起きないこと、お客様に迷惑かけないことが一番です。とりあえず自然相手なんで安全にできるシチュエーションを選んで、時には中止にすることもあります。風がきつかったりとか、特に台風だったりとかっていうことを情報をしっかり調べて前もって準備するということと、もう危ない時は無理しないでやめている。だから毎日天気予報見ながら、風向き見ながらやらないといけないので、それが一番に気を使うところです。あとはね、自分からちゃんと楽しんでできるようにっていうことを、自分が楽しそうにしてないとお客さんにも伝わらないし、ただまあ自分が楽しいだけの自己満足ではなくて、お客さんにしっかりとそれが伝わるような楽しみ方をしていただく、できるだけ考えながらやって、なんか もともと夏物のスポーツって特に得意ではなかった方なんですけど、やっぱこれだけのやっぱ環境があるのにもったいないなと思って、ね、なんかできることないかなと。手軽にできるもので、まあ、少しちょっとこうトレーニング積んでできるようになったら楽しめるかなっていう思ってます。なんか住んでたらすごいでしょ。だから特にね、やっぱりこの地元の人って目先のところで楽しもうっていう感覚もあまりなく、琵琶湖やしいつでも行けるわとか、琵琶湖何して遊ぶのっていうような感覚ぐらいしかないかもしれない。だからそこをもっと地元の人に SUP を通じて今はね発信してるんですけど、市民は半額ぐらいでいつも体験してます。忙しい時期は、ね、そういうわけにいかないですけど、子ども会さんとかそういった活動の時も来ていただいたりとか、利用していただくことによって結構喜んで帰っていただけるので、まあ、地元の人に近くで自分たちが遊べるところ、楽しめるところがあるっていうことをやっぱ発信するのもやっぱ大事かなと思って、ちゃんと流行りのものが近くにあるっていう、もう今日街行かないと遊べないっていう風な感覚じゃなくて、地元でこういった流行りのスポーツがあるっていうのを自慢できるようになってほしいなと思います。今日も動画を見ていただいてありがとうございました。今回の動画以外にも高島チャンネルでは高島市のいろんなお仕事や観光地の魅力を発信しています。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。